今回紹介する名画は現在開催されているロンドンナショナルギャラリーからフィンセント・ファン・ゴッホひまわりを紹介します。オランダを代表する画家ゴッホの作品を見ていきましょう。ゴッホは19世紀に活躍したオランダを代表するポスト印象派の画家です。ゴッホはその生涯の中で数十点ものひまわりを残し、ひまわりの画家という異名でも呼ばれています。ゴッホがこれらの絵を描いたのはゴーギャンとの共同生活を始める直前のことで、ゴーギャンを迎え入れるためだったと言われています。太陽の光を連想させる黄色はゴッホにとって幸福や希望のシンボルであり、彼が求める世界そのものでした。ゴッホの描いたひまわりの本数は3本と5本が1点ずつ、12本が2点、15本が3点あり、このうち12本の作品はキリスト教で神聖な数とされるもので、15本の作品については十二使徒に加えてゴッホ本人とゴーギャン、そしてさらにゴーギャンをゴッホに紹介した弟のテオを加えた数とされています。ひまわりの本数に深い意味があるんですね。またゴッホは絵の代金を分配し合って相互扶助を図るという画家の共同組合を南フランスのアルルンに作ることを夢見ていました。このようなゴッホの理想を具現化したそんな作品とも言えるのではないでしょうか。来週のこの時間もロンドンナショナルギャラリーに出展されているあの画家を一緒に見ていきましょう。それではまた来週。